どうも、アージのキノコ屋です。食金から232日目。さて、どうやらそろそろ椎茸が出てきてもおかしくない頃になってきました。では見ていきましょうか。まずほめちゃん、なし。次にワッパー、なし。そしてみゆくん、なし。最後に普通の原木、なし。200日以上も引っ張ってきて、ネタか冗談かと思いますよね。ガチなんですよこれが。事実は小説よりも残酷です。明日まで待って出なかったら冷蔵庫にでも入れて低温刺激でも与えてみようかなと思います。233日目。本日はご覧いただいている皆さんにお知らせがあります。椎茸がなんと出てきませんでした。いやー、もうここまで完敗するとは思ってなかったので、正直悔しいのと申し訳なさとで、やっちまったなーと。ミルシイタケを買ってくれた皆さんはどうしてるのかと日々悩んでおります。もし言う通りにしたのに出なかったぞこらという方、コメント欄にでもご一報ください。対応させていただきます。いきなり今後の話になるんですが、来年はミルシイタケの販売ではなく研究に尽力しようかなと思ってます。そうすれば進化したミルシイタケを再来年にはまたお届けできるかなと思います。 I'll be back。 234日目。ということで、シイタケが出てくる気配がないので、この回をもってミルシイタケプロジェクトのビデオログを一旦終了とさせていただきます。まさかのバッドエンドになってしまったんですが、ひょっとしたらもう少ししたらね、出てくるかもしれないので、その時にまた報告させていただけたらと思います。番外編ですね。で、明日からはね、毎日更新は厳しいかもしれませんが、椎茸やキノコに関する動画をお送りできたらと思います。長らくのご視聴ありがとうございました。そしてこれからも淡路島のキノコ屋である奥田製作所をよろしくお願いします。先日完成した椎茸キャラ図鑑、各キャラの説明は SNS に載せているので、下の説明欄から見てみてください。はい、今日は以上です。ご視聴ありがとうございました。ではまた。